ベルトですね。まあ縁にこう念というものなんですが、このようにして今日は入れていこうかなと思いますね。これは電気念を使っております。普通の念じゃなくて電気ごて熱しながら、簡単に言えば焦げ目をつけていくのと同時に筋を入れていく、こんな感じですね。周りがこうアーチ型になってるんですね。線に見えるんですが、よく見るとこうふっくら盛り上がってるというか、角がまあ優しく R になっている状態の念を入れていこうと思います。はい、この手前のベルト40ミリ幅で、こっちも40ミリ幅ですね。これが切り出してすぐの状態のベルトですね。こうやって比べるとだいぶ色が白いですね。オイルを入れることでこのようにこんがりとした色になって、さらに日焼けをすることで飴色といいますか、そういう色に変化していくわけですね。そして今回使うコテがこんな感じのコテですね。オンにします。オンにしましたら、しばらくコテが温まるまで待ちます。だいぶ温まってきましたね。まあこんな感じで念を入れていきましょう。さあ温まったところでいきますね。最初は優しくこう筋を引く感じで、最初に軽く筋をつけて、次からちょっと力強め、はい、こんな感じで一回戻る、してもう一回来る、止めてしまうと焦げてしまうので気をつけましょう。まあこんな感じで、まあお好みのこう丸さと焦げ具合、色のつき具合をこう見ながらこういきますね。まあこんな感じいいですね。こんな感じで軽く筋を入れてから、こんな感じで引いてきますね。まあ最初からこう一方方向で力を入れながら引っ張るのでも全然大丈夫ですね。むしろそっちの方が綺麗かもしれないですね。はい、2回目いきましたね。でどんどんずらしていきましょう。で軽く最初は引きます。減り落としをしないでもこれは角が丸くできるから時間の短縮にもなりますね。楽だしいいですよ。まあこんな感じでどんどん、はい、こういう感じで筋をつけていきますね。ちょっとムラがあるなと思ったらこう前の前ぐらいからまっすぐ引く、こういう感じにしてどんどんずらしていきます。はい、でどんどん力を強めていって筋のムラがないようにこう引いていきますね。綺麗ですね。そしたら剣先が近づいてきましたね。剣先が近づいても最初は軽く、軽くですね。そしたら今度逆、逆の面はこうやって、でさあ行きましょう。同じように、まあ、剣先を抜けてしまえばあとはそれほど心配するような場所はないと思うんで、ここだけはちょっと慎重にこう行きたいですね。はい、まあ物を回すのが正解ですね。僕の場合はこうやって手をこうグリンと回してるんですけど、物を回しちゃった方が本当はいいですね。こういう感じ。まあベルトってなかなか回しづらいんで、まあ、手回してますけど、まあ、こういう感じでいきましょう。はい、で軽く筋を引きます。またこんな感じで引いてると少し止まったところがちょっと焦げたり焦げなかったり、熱が入りすぎてしまったところがちょっと濃淡があるっていうところも
またハンドメイドのいい感じの、またそういう人間が作ったならではの良さがありますよね。ハンドメイド感というんですかね、これも。まあ一番やっぱやりやすいのは、こう一定方向にこう何回か引っ張りながらこうずらしていくのが一番やりやすいですかね。でも最初は筋を入れる感じですね。これは変わりませんね。はい、2回目でちょっと筋を強めにして、同じところから発進しないでちょっとずつずらしながら、同じところから発進してしまうとその部分だけが焦げてしまうので、結構微妙なんですよね、この念入りの温度っていうのが。何回も何回もやっていい温度をこう探したつもりでも、気温とかいろいろ条件によっていろいろ変わってきちゃうんで、なかなか難しいんですよね。この難度が一概にいいっていうのはなかなか言いづらく、感覚でやっぱりこうやっていくしかないんですかね。こんな感じで、はい、引いていきますね。どんどん引いていきますね。上手い人っていうのはやっぱこう行ったり来たりこうしてますもんね。すごい綺麗に。なかなか僕はこういう行ったり来たりっていうのはあまりしないんですね。しないですけど、こう一方方向行ったり来たりするのもいいけど、ちょっとリスクがある、落ちるっていう、こう落ちやすい、ここがやっぱりしっかりこうしてないと、まっすぐ腕をこうまっすぐ引いたり押したりできないと落ちてしまってこう斜めに行っちゃうリスクが高いですね。なので僕はなるべくリスクを取らずにまっすぐこう引く、革包丁で革を切るかのようにですね。革包丁で革を切ることを意識すれば意外とできるんじゃないですかね。こんな感じでこう引っ張れましたね。はい、面が入りました。必ず電気をオフにして筋が引けましたね。そしてこの時点で磨いていっちゃいますね。水を含んでいる状態だったらこう皮も柔らかいので繊維が寝てくれますね。なのでツヤを出すというより繊維を寝かせるという、役割で僕は濡れた状態でこう丸めてますね。簡単に言えばこう丸めていくんですね。まあ、軽くでいいんですね。これはあくまでも磨き工程とは別に繊維を寝かすっていうためだけに濡れた状態でやってるっていうことなので、ツヤを出すのはもう最後の仕上げの状態でツヤを出しますね。こうやっていくことで乾いた時にですね、あのタンニンヌメ革っていうのは形を記憶するというか、濡らしてなんか曲げてそのまま乾かすとそのままの形になるっていう特徴があるんで、それを利用してもうこの状態で丸めちゃいます。丸めるんですね、こうやって。そうすればですね、乾いた時に仕上げで磨くのがすごい楽になるので、なので濡れてる状態でだいたいおおよそこういう感じで寝かしていますね。まあ少しずつこうやって感じで寝かしていきますね。軽くで大丈夫ですよ。
乾ききった時にこの床側のヘリを落とすんで、まずはこの目を寝かすということを意識しながら、電動工具を使わなくても別に木でも普通の磨く、なんだあのスリッカーっていうんですかね、そういうのでも全然大丈夫ですね。はい、こんな感じで目を寝かすことができましたね。そしたらこう一周見ながら、ちょっと甘いなってところを、電気は消しちゃったんですが、まあ、普通にこう押し当てる状態で仕上げというかムラを整えていきますね。まあこの時でも外に脱線するのには気をつけながら、軽く最後にこの軽く、結構これが重要なんですね。最後にこう整えるっていうのも、これも重要な工程ですね。こうやって細かな手を加えていくことで、なかなか機械で作ったのには出せない、この人間が作ったっていうならではの雰囲気っていうのが、こういうところから出てくるんですね。なかなか機械だとこういう工程ではなかなか作れないと思うんで、これがハンドメイドですよ。これが人間の手で作った、人の手で作ったハンドメイドから来る雰囲気ですよね。機械ではできないという、これがまたいいんですよね。はい、数字を整えて終了ですね。はい、この状態でなるべく平らなところに置いて、はい、次、まあ全部取っちゃうと結構時間かかることなんで、まあこの辺で、最後はこの R ですね、念を入れた時の R、 こう沈んでて端っこだけこう飛び出てるんですね、角度が上に上がってるんで、その角度を今度はこういう布みたいな、何でもいいんですよ、別にキッチンペーパーでも、僕はキッチンペーパー使ってるんですが、角を今度は下に下げてあげる、軽くでいいんですね。ここもこの工程も機械にはできない、人間ならではの工程ですね。こういうところからハンドメイドの良さっていうのが出てくるんですね。その人が作ったならではのこの個性といいますか、こういう細かいところで雰囲気というのが出てくるんですね。はい、これで、角をちょっと丸く、さらに丸くですね、しましたね。今度は反対側、ここもまだ別に磨くというのを意識しなくても、ただ角を丸くしてあげようっていう、もうそういう気持ちで大丈夫です。角を丸くしてツヤを出そうっていう気持ちは最後まで取っておいてもらって、ここは角を丸くするという気持ちで、こんな感じで丸くしていきますね。このひと手間が出来上がりの差っていうんですかね、この出来上がり感がだいぶ変わってくると思いますね。こんな感じですね。まだすごい水を含んでるんで、これはだいぶ1日乾かしていかないと、ちょっと乾かないかな。はい、こんな感じですね。ちょっと先っちょが、まあいいんじゃないですかね。もうちょっとこの先っちょ、ちょっと癖をつけとこう、ハンドメイド感を出すためにちょっと癖をつけとこう。こういうところですね、こういうひと手間がハンドメイドの醍醐味なんですね。こういう不揃いなところも楽しいんですよね、ハンドメイドっていうのは。はい、こんな感じ、いいですね。これがまた乾くと色が変わってくるんで楽しみですね。まあそれでは今回はこんな感じで、まあ完成したらどっかで、販売しようかと思います。それではまた。Going back home, tin our day to the land of the beautiful queen. I'm going back home to my baby. I'm
going back to New Orleans. Wanna see Nan Nan, my pa Ran, Suzanne, and my ma and pa. Gonna pat my feet on Rampart Street and be there for the Mardi Gras. I've been to Cuba, South American way. I've been to Europe, Mexico is okay. Over in France, the chicks are really fine. I get my thrill below the Mason-Dixon line. Going back home, Tina, never, never will I roam.